眩しい。眩しいね。シャバだぜー。シャバだば、なんでもない。前後深くなり。ジャンピングアタック。よし。お亡くなりの人が、やだねー。生きてる間にどんだけ、ラットアウェイ、おもちゃの車、アイロン。あ、ぬかコーラのボトル。ぬかコーラね。アマゾンで売ってんだよ。めっちゃ高いんだよ。スティームパック、大事。これガブ飲みだから。エレベーターボタン押す。どうなんの？レンチ、フォルダ。押したけどなんもないね。目的地が右側。こっち方向か。ダッシュします。L、L、L。違う違う。どうすんの？ L って左？間違えた。バッツ違う。LS ってなんだよ。機関車？ SL かあれ。わかんねえよ。まあいいや。明日明日。押し込めってことね。あ、完了。コズワース？と話す？あ、いたいたいた。コズワース。おい。本当にご主人様じゃないですか。そうだぞ。みんな死んだ。まだここにいたのか。これは芸術じゃない。コズワース。何あったの？あなた様のご家族は違いますよ。ちょっと待って。あなた様と奥様はいつも信頼できるご夫婦でしたから。ところで、あ、コズワースは知らないんだね。あくまで見てないし、ここで。あー、でもね、殺されたんだよ。殺された。勝ったか？最悪なんだ。っていることですが、その、ありえません。バカ野郎、そういうとこじゃねえんだ。気分転換ってさ、お前、ここに来るまでどんだけ虫がいたか知ってんのか。チャレンジしようか。なんか少し変だぞ。どうしたんだ？大丈夫？その、あ、うまくいったってこと。経験値が入るんだね。ひどかったんですよ。2世紀もの間話す人もいなくて、最初の10年は床のワックスを手入れしようと試みましたが、ビニールのフローリングについた角硬化物を除去できるものが何もないんです。何も。角物質とかわかんのか。埃を払うのがいかに無駄かわかりますか？それと車ですよ。どうやってサビを車とかも使えないでしょ。旦那様、本当？あ、早い。ちょっと待って。待って。こっちゃん待って。楽しそうですね、おいちゃんちょっと、あんま、なんか、怖いんだけど。10ミリ単位大丈夫？なんか、汚い、汚くない？なんか、あ、ちょっと、やめて。コズワース戦ってんの？マジ？ハエ以外は何もありません。ハエ、ハエかよ。センサーが他の家で動き、コズワース。ちょっと待って。ちょっと、アイテム取れそうで取れない、お前のせいで。こっちゃん、こっちゃん、バカ。ちょっと待って、離れんなよ。あいつってんだろ。ちょっと待った。何？ JPD ウィンから。ちょっと待って、なんか、火事火事火事。ちょっと待って。死ねん。コズワスじゃない。コズワス大丈夫？ご家族は怖っ。お前、コズワス本当、私の動画で見たコズワスは、もっと温厚だったぞ。ふざけんな。ちょっと待って。奥様、ショーン坊ちゃん、ここにはいません。お前いないだろうさ。あれだな、ピップボーイ。さっきのホロテープでも聞こうか。聞いてみましょう。あれ聞いてる？これ。あ、聞いてない。ダメダメ。その小さな手をどけて。よし。何か。あんま聞こえない。そこに向かって。そこそこ。どうぞ。イエーイ。ハニー。喋ってんな。あなたがどんなに素晴らしい父親かっていうことは言うまでもないと思うけど、でもとにかく言ってみるわ。
情深いし、しかも面白いし。そう、それに忍耐強い、すごく忍耐強い。私のママが言っていたように、成人みたいに忍耐。ふふふふふふ。ショーンと3人で同じ家で過ごした時間、素晴らしい年だったわ。でもそれでも未来にはもっといいことがあるはずよ。もちろんいろいろ変化があると思うが、順応していかないといけない変化が。あなたは仕事に戻って、私は法律の学位をもう一度生かす。でもそれは全て、どんなに大変でも家族のためだから。ほら、さよならを言ってショーン。バイバイ。バイバイは。じゃあね、愛してるわ。お、ぽいぽい。あー、なるほどね。誕生日だった？なるほど。お洋服をその間にゲットしたぞ。おい、次に住みたいぞ。コズバース。ホロテープは聞いたぞ。付近探索しろって、もっと探索するとかあんのかな？はい、入れないぞ。これが？あ、これがワークショップ。ああ、なるほど。あは、家具とか、ああ、すごい、もうこの時点で？え、楽しそう。お店とか。レイダー？やめてくれ。レイダーは怖いんだ。長押しして？あ、ほんとだ。ははーん。お。なるほど。よーし。なんかこの辺に、あ、建てれたね。ここをキャンプ地とする。コズワちゃん、コッちゃん、コッちゃん、ちょっとお家作ったよ。コズワス置き場作った。コズワス置き場、よし。コズワス、どうした？コズワス、押してない。マシ、あ、コズワス、君の助けが必要だ。どこに行ったらいい？次どうすればいいんですか？どうでしょう。コンコードはコンコード。ただあそこの人々は私ほどまとまりはありませんが。ん？役立たずとか。コンコード？コンコードに生きてる人がまだいるのか？ええ、少々手荒な方々ですが。道は覚えていますか？ね、そうだよね。南の歩道橋を渡ってこの区域を出た。レッドロケットステーションの、あ、レッドロケットステーションは知っているぞ。15を守ります。こっちかな。レッドロケットがなんたらかんたらって、あ、犬に、あ、ワンゾー、犬。こんなところで一人で何をしてるんだ？ワンワン。いい犬だ。いい犬だ。ワンワン、いい犬だ。一緒に行こう。あ、来る？ドッグミートって犬肉？おい。ちょっと待って。あ、お利口ちゃん。マグカップ、全部持ってく。ホットプレート、コーヒーポット。噂では、ホットプレートは、ネジが取れるという、聞いている。暗い。ここ暗い。肉詰め。キティアップバターカップ。アルミニウム。なんかあった。ハサミ。こんなに持ってて大丈夫。あ、ここにもある。ほんと。あ、いいね、いいね。いいね。ワークショップもある。あ、ほんと。なんか、じゃあいいんだね。これは？ボタンピ。お、閉まる閉まる。お、安心安心。クソネズミどもが、下から来るからあんま意味ないのか。ドア閉めたい。やだもう。なんか今入ってこなかった？まあ、閉めようね。ドア、用を明かしたいな。あ、犬だった。ワイの犬だった。暗いよ。あ、ついた、やっぱり。同じボタンだな。丸ボタン。長押しでライトが。ケミストリーステーション。あ、いいね。ここ全部揃ってんじゃん。よし、よし。もう、ここに置く。
えいや。できたぞ。ベッドができた。ワイは寝る。あ、夜10時だって。ね、じゃあ6時間ぐらい寝て朝にしようか。おほう。芋虫を生で食べる自信あるなら。いや、もう無理無理無理。あ、犬が大変、犬挟まっちゃった。大丈夫、ブルブルしてっけど。コンコード死にまくるよか？ほんとかい？よし。よしじゃない。ごめんね、ちょっとね。あ、いた！ちょっと待って、死にまくるっていうか入れない予感。ブラッドバグ妖精。妖精がいる。犬が戦ってくれてたの、この野郎。なんでもう虫がいるんだよ。虫の朝も早いの。ちょっとこの先は、またあれにしよう。とりあえず、どっから来たんだっけ？迷子になる前に、一旦、ちょっと戻ろう。レッドロケット。だいたいちょっと分かったぞ。とりあえず今日はこんなところでおやすみなさいませ。ホセでした。またねー。ありがとうございました。